この動画は皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。やりました。はい、40分ぐらいのバス旅でした。やっぱりバス乗るとり寝ちゃうんですよね。電車乗ってもまあ寝る時もあるんですけども、ここからね、あと20分、30分、40分ぐらいかな、待ち時間があって、そこから米沢の方に向かいたいと思います。米沢に着いたら米沢牛を食べようと思っていたものなんですけど、全然お腹空いてないですよ。まだあと1時間ぐらいお腹空きますかね。よいしょ。はい、山形駅戻ってまいりました。ここからね、11時7分発の米沢駅に向かいたいと思います。ちょっとギリギリになっちゃったんで、急がなきゃまずいんですよ。カラオケ会。黄金線はスイカご利用できますので、あなたの乗車券お買い求めの上ご乗車お願いいたします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃあ5回目ですね。5回目で、はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。列車は黄金線4番乗り場から出る普通列車の米沢行きです。よいしょ。シートっぽいですね。
はい、ありがとうございます。はい、山形駅に着きました。あ、失礼、山形じゃなくて米沢駅ですね。で、ここからね、夜ご飯を食べていきたいと思うんです。夜じゃ昼ご飯食べていきたいと思うんですけど、目の前にね、11時からやっているお店があるみたいなんですけども、少し探してみます。はい、ちょうどね、後ろのね、食堂、キネさんで合ってたと思います。クレジットカードの明細書がそうなってたので、米沢牛の焼肉食べてまいりました。いや、すげー美味しかったですよ。もうもちろん米沢牛もね、格別に美味しいんですけども、付け合わせもね、ちゃんと 食材が多分厳選されてんじゃないかなと思います。付け合わせだったらね、普通だったら不運な感じだと思うんですけども、全ての食材が洗練されてましたね。味噌汁とかも全然味が違いました。焼肉定食頼んだんですけど、その味を邪魔しないような味でしたね。ではここからね、1時8分発かな、だったっけな、1時8分発福島行きの列車に乗っていきたいと思います。はい、毎度おなじみの青春18切符でございます。よいしょ。また力も誓うためにね、後ろの号車に乗らなきゃいけません。
今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますのでとても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているのでぜひご視聴ください。